ヨーナス・コッコネンはフィンランドの作曲家。彼はシベリウスの後20世紀の最も国際的に有名なフィンランド人作曲家の一人である。彼のオペラ最後の誘惑美名セット・キーソクセットは世界中で500回以上上演され、フィンランドの最も著名な国民的オペラであるとみなされている。コッコネンはフィンランドのイーサルミで生まれ、後に ヤルベンパーに移りアルバーアールトが1969年に完成させた国庫年亭として知られる自宅で暮らした。第二次世界大戦中はフィンランド軍に従軍し大きな功績を挙げた。彼はヘルシンキ大学、その後シベリウス音楽院で学び、音楽院では教鞭を取ることになる。そこでの生徒にはアウリス・サッリーネンがいる。作曲家としての活動に加え、 彼はフィンランド音楽家協会、コンサートセンター評議会、他の議長や取りまとめと通じ、フィンランド文化に大きな影響を与えた。彼は常に音楽教育水準の向上、並びにフィンランド音楽、クラシック音楽の地位向上と需要の拡大を目標としていた。1960年代と1970年代の初頭には彼の作品は、 数々の賞を獲得した。彼は、ウーの暗らみの死に伴い、名誉ある、フィンランド科学、文学アカデミーの会員となっている。妻の死後は酒を煽るようになり、彼の作曲活動は極端に鈍るようになった。彼は長く公共曲第5番の構想を温めていた。ものの、それは、彼の死と共に葬られることになってしまった。彼の命日に関しては、様々な報告がある。 グローブ新音楽時点や多くのインターネット上の情報源では1996年の10月1日となっており、フィンランド音楽センターを含む他のインターネット上の情報では1996年10月2日、グローブ新オペラ時点では1996年10月20日となっている。彼の電気作家のペッカハコは、彼は10月2日の早朝に池を引き取ったとしている。 国庫年はシベリウスアカデミーで学びはしたものの作曲に関しては主に独学であった。一般に彼の作曲様式は3つの時期に区分される。新古典主義を取った1948年から1958年の初期14技法を用いた1959年から1966年の比較的短い中期。 そして1967年から彼の死に至るまで続いた自由な調整とそれまでに用いた技法の一部を取り入れた新ロマン主義の後期である。彼の初期作品の大半は室内楽であり、ピアノ三重奏曲やピアノ五重奏曲がある。作曲様式は対法的であり、バルトークの影響が見られるが、ルネサンス音楽やバロック音楽も同様にも反としている。 中期には彼が完成した4つの公共曲の最初の2曲が書かれている。12音技法を用いていながらもサンドやオクターブを時折使用することで正当な流派とは距離を置いている。彼は同じ音色で隣り合う音を鳴らす、旋律的な音の配置を好んで用いており、他の多くの12音技法の作曲家が連なる、音の配置を異なる楽器に与えることで、 戦慄的用を排したのと対照的である。後期に作曲した作品により、国庫年は国際的に有名になった。最後の二つの公共曲、十二の独創弦楽器のための鏡の向こうへ。d ィーヒアイネンスピーゲルレクイエム、フィンランドの新興復興論伝道者パーボルオトサラさ来年の生涯と死を題材とした、オペラ、最後の誘惑美名セット、キーソクセットである。 オペラはバッハにまで遡るコラールで何度も中断される。これはティッペットがオラトリオ、我らが時代の子で同じ目的のためにアフリカ系アメリカ人の霊下を用いたことの強くでもある。このオペラは1983年にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演された。注釈役中、2010年廃止の東スオミ州、原北サボ県の町。 薬中、1908年設立、1838年より存在するスウェーデン語によるフィンランド科学、文学協会のフィンランド語版として創設された。薬中、1777年生まれ、フィンランドの農民、説法者。幼少期より、聖書に夢中になり、信仰復興論者となった。出典小泉隆 北欧の建築エレメントディテール学芸出版社2017年221ページ ISBN 978から4から761532321ハコ、ペッカ、ボイコバージョアラカークス P317 アゲタスカーヤットヘルシンキ2001ありがとうございます